皆さんこんにちは、渋谷かのん役の伊達さゆりです。嵐千里役の美咲奈子です。テレビアニメラブライブスーパースター第2話スクールアイドル禁止、いかがでしたか？それでは早速一緒に振り返っていきましょう。やった、やった、人前で歌えた。やっぱり歌が好きだという自分の気持ちに気づき、クークーと一緒にスクールアイドルになることを決心したカノン。ここでなら私も歌えるんだ。しかし音楽家の葉月蓮は結ヶ丘にスクールアイドルは必要ないと頑なに部活の申請書を受け取ってくれません。どうしてもやりたいのであれば他の学校に行くことですね。なんとかスクールアイドル部として活動したい。カノンは蓮の弱点を見つけようと音楽家の生徒でもある幼馴染の嵐千里に協力してもらい情報を集めます。弱点は一言で言うと、一言で言うとないよ。しかし弱点どころか完璧で他の生徒に頼りにされている様子の蓮、別の方法を考えようと校内で署名運動を行うのですが、理事長から呼び出されます。本学の方針に沿ってスクールアイドルの活動を禁止はしません。課題を出します。1位、その大会に出て地元のスクールアイドルイベントで1位を取ることができれば部活としての活動を許可する。よかったら。そんな大きな課題を突きつけられたカノンとクークーは千里からダンスのレッスンを受けることに。そうだ、曲作りも始めないと。一応書き溜めた歌詞があります。一部中国語ですが。すごい。本番が近づく中、ステージで歌う曲作りを始めるカノン。クークーのノートに書かれた諦めない気持ちを胸に初ステージまでの日々を過ごしていくのでした。できた、できた、できた、できたー。響かせましょう、この街にカノンさんの素晴らしい歌声を。はい、というわけで第2話、スクールアイドル禁止、いかがでしたか？スクールアイドルを部活にするために理事長から大きな課題を突きつけられてしまいましたが、この千里のね協力もあってカノンちゃんもクークちゃんもめちゃめちゃ頑張ってました。褒めたい、めっちゃ褒めたい。次の展開がねめちゃめちゃ気になりますよ。気になる。そう、私ちいちゃんの、あの内容がめっちゃ好きで。あとね、あのね、かのんちゃんがね、レンちゃんの弱点ないの、うん、ってちーちゃんに聞きに行くシーンがね、あの子完璧なんですよ、うん、完璧でね、弱点なんてないんですよ、ないよって言う。あ、言ってくれた、ありがとう。ないよって言うんだけど、私は、うんうん、あのかのんちゃんがくくちゃんにこう署名活動とかでひたすら振り回されるっていうところがめちゃめちゃ好き。これね、それすごい大変だったんだよ、あれ。もうちょっとなんか可愛い表現なかったの。全然、え、これでしょ。じわる。すっごいピンってしてるけど、かのんちゃん、そんなネタ枠とかじゃないよ。あ、そっか、そっか、そんな感じじゃなかった。そうなんですよ、かのんちゃんね。そう、最初はあんまりスクールアイドルに乗り気じゃなかったんですが、クークーちゃんのね、熱い気持ちを受け取って、うん、お父さんのね、親から、辞書ね、引っ張り出して、ね、うん、そう、あのね、一生懸命歌詞を考えてたのがすごいなんかね、私かっこいいなって思いました、うん、思った。というわけで今回ご紹介するメモリアルアイテムはこちら、ラブライブスーパースター結ヶ丘女子購買部公式メモリアルアイテム、諦めない気持ち T シャツです。クークーちゃんの諦めない気持ちを受け取ったカノンちゃんをイメージした T シャツが登場です。第2話の中でカノンが作曲するシーンで何度もつぶやいていた諦めない気持ち、すっごく印象的だったよね。そのカノンちゃんの諦めない気持ちをイメージしたアニメのシーンが1枚の T シャツになってるんだよね。そうなんですよ。そうなの。やっぱりこう諦めない気持ちってすっごいこう改めて大事だなって思ったんだけども、うんうんうん、もう見ている皆さんにも大事だよっていう気持ちをぜひ感じてもらいたいと私は強く思うんです。そうだよね、うん、それじゃあさゆりん、スクワットしようか。あ、一緒にスクワット、じゃあ、え、私、せーの、1、
待って、何回やるのこれ。諦めない気持ち、諦めない気持ち、え、こんなことするんじゃないのこれ。諦めない気持ち、諦めない気持ち、こんなことはやるよ一緒に。すっごい頑張ってるのが、もうぜひもう見てる皆さんにも伝わると思います。この伝わってます、セオリーの頑張りで諦めない気持ちが。というわけで、この諦めない気持ち T シャツはですね、ゆうがおか女子購買部にて8月11日水曜日23時59分まで予約受付中です。受注限定生産となりますので、ぜひチェックしてくださいね。公式通販サイト、ゆうがおか女子購買部では、各話の思い出が蘇るメモリアルアイテムを毎週お届けしていきますので、来週もお楽しみに。まだ以上、嵐千里役の岬乃果でした。バイバーイ。バイバーイ。まだまだやる、うん、私も一緒にやるかな。あ、え、本当に止めてくんない、止めない、一緒に止めてくんない、諦めない気持ち、諦めない気持ち、大事だよ。大事だけど、セオリーに挨拶する。渋谷カノン役の伊達セオリーでした。バイバーイ。バイバーイ。